さて、今度は後半、はい、10月下関26日から30日まで浅草園芸ホールです。この5日間がね、おすすめですよ。もう3時間ぐらい喋りたいですね。まあ、いくらでも喋って、はい、昼の部、うん、昼の部、誰もいないな怒られるよ、本当におすすめって言ってたんだよ昼の部鳥が、まあ、結構ベテランだよな。そうですね、歌春師匠ですね、うん、あの歌丸師匠のお弟子さんの歌春さん、はい、歌春師匠智楽の弟分っていうか子分、なんかもう本当にね、迷惑かけたと思うんですよ。一番うちの親父が生前で迷惑かけたのが歌春師匠誘導、この両巨頭じゃないかなと、うん、2人、うん、はい、もううちの親父のゴルフにも、うちの親父はもう運転できないんで、うん、それこそ小遊三師匠もそうだったんですけど、歌春師匠とかが朝迎えに来てくれて、兄さんっつって行くじゃない、乗るじゃないですか。歌春師匠優しいんですよ。もうずっと笑顔で、うっつって言って、何やっても、ああ、いけるよっていう人なんですけど、その歌春師匠の車で、うちの親父が高速入った瞬間に、歌春、うんこして。いや、兄さん、今もうサービスエリア過ぎちゃったからって、もう次のまで待ってくださいって。待てねえよ、今してんだから、まあ、ちょっとさっきはコーヒー買ったあのビニール袋あるんだろ、それ出せっつって、高速だからまだ開けられないじゃないですか、いや羽根さんっていいからっつって言って、助手席でブリ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 やってで、プッて縛ってポイして、あよって、ああっつって言ってパーって寝て、で会場カントリークラブついて、うち歌春師匠がプッておならしたんです。そしたらうちの兄貴が、おい歌春お前汚いだろ、へなんてしやがってバカ野郎って言ったら、あの温厚な歌春師匠がうちの兄貴に、いいじゃないですか、へぐらいうぐるましですよって言って怒って、あっ、これ中入り、昼の部の中入り、うちの師匠楽助ですよ。どんな師匠だよ。ね、男気のある師匠ですね、うん、まあ弟子を守りますよ。新宿西路亭に出なくなっても何年も経つんですけど、はいはい、結構行ってるんですよ、新宿西路亭自体に。何しに行ってるかって言ったら、こちらくと、あと二番弟子の明楽、うん、これがよく寝坊して抜く休むんで、うん、それのお詫びにうちの師匠が行くっていうのが、あ、行ってんの、あのお詫びにだけは、あのうちのがすいませんは言いに行ってくれるんです。だから出番ないのに頭下げによく行ってます。あと神田陽子先生、講談ですね、まあ、綺麗なね、あの師匠なんですよ。これもあの勝利先生とは兄弟弟子になるんですね。そうですね、だから白山から見るとおばさんでしょ、ね、おばさんでし、うん、でもあれだよね、神田陽子さんも結構お弟子さんいるよね。そうですね、うん、まあ、陽子先生とにかくね優しいんですよ。僕好きで、前座の時にちょっと着物ほころびてると、あ、ちょっと着なさいっつって言って、替えの着物あるっつって言って、替えの着物着て貸しなさいっつって言って縫っといて、出番前ね、師匠の、ね、出番前なのにとか残ってくれて、ちょっと縫ってはいっつって言って着せてくれたりとか、すごいね優しい。もう若い頃はめっちゃ綺麗だったけどね。いや年今でもやっぱり綺麗なおばさん。そうかい、そうかい、怒られると思うな。そうかい、これは怒られると思うな。はい、そうかい、はい、魅力的な、はい、見る人がよ、顔真っ赤になってる、見る人によっては魅力的な夜の部、はい、夜の部、これがね関関亭栄太郎の僕の同期です、はい、初取りです。だから僕らクラスが鳥を取るって、もう今コロナ禍だからもらえてると思うんですよ。いや、そんなことないよ。これはもう今ね、もう時代が変わって、そろそろもっと若い人たちを見たいっていうことなんだよ。いや、嬉しいですよね、うん、栄太郎さんはね、本当嬉しいと思うな。前座の時から、売れる、うん、一番僕たちの中で売れるぞって口に出したのはこの人なんですよ。おとにかく売れるんだ、売れるんだってずっと言ってて、うんうん、あったのがやっぱ栄太郎さんで、今でもなんかコマーシャル出てるよ。あ、アディーレの。そうだよ。あんな訴えられる要素いっぱいある人間が大丈夫かね。イケメンの双璧って言うと小糸と栄太郎だね。そうですね、本当にね、うん、役者側ですね、こっちはね、うん、はい、古い役者というか、そう絶対、だから落語よりも取り入れだから顔だけ見ててもいいよね若い人たち、本当に。で、また、うん、新作も面白いんですけど、はい、古典が、うん、あの2つ目上がった時から大ネタ結構覚えてて、使い道ないでしょっつって、もうちょっと今出番取りなんてないんだから、軽いやつを、軽いとか簡単短い話しようとか言ったら、短い話は僕は意外と自分で作る、終わった後には落語聞いたってなってもらえるためにはやっぱり新作ばっかりじゃいけないと思って、だから大ネタは落語を覚えて、古典は覚えて、軽いやつは意外とも僕自分で作るんだっつって、だから結構井戸の茶碗とかどっしりとしたの、ああ井戸の茶碗ね、とか文子持ったりとか芝浜とか、うん、
やっぱ綺麗な話を古典落語をすごい綺麗にやるんで、だ大ネタを結構綺麗にやるんで、ちゃんと大ネタを聞かせてくれる人ですね、この人は。これ顔が綺麗だから、そんな大ネタでも分子なんかやったりするとい いよね、はい、それはね、うん、で鳥じゃない時には新作だってひょひょんと軽く笑かしてくれたりするし、うん、すごいやっぱり実力者だと思います、うん、でトップが栄、うん、太郎の弟弟子ね、鳥の栄太郎の昇る昇る翔と、ね、はい、昇る翔一言閉じ、これはまあ宮治さんみたいな感じでもわーやるんですよ、うん、面白いですね、すごい勢いがある、うん、あいいわ、息がいいわって思う人です。これ桃太郎師匠のお弟子さんで、こういう芸風ってないですか？珍しいですね、うん、桃太郎師匠ってどっちかっていうと間がある感じ。そうですね、ゆったり、うん、するのは真逆ですね、ダーッとマシンガン、宮治みたいにタタタタッといくというね、はい、うん、面白い。古書、この後三遊亭古書、醤油門下古書、はい、これはもうね、こいつの話をしたら僕止まんないんでまあね、ずる賢いやつなんですよ、うん、僕にちょっと地方帰りで、うん、一緒に会った時に、うん、あやさんちょっとお金落としちゃって、今日のギャラ落としちゃった、うん、6万円で、今日かみさんに生活費ってまた家には入れたかったやつなんでですよ、どうしようって言うから、あじゃあいいよって6万貸してあげたんですよ。で僕は正直格好つけるわけじゃないけど、あげるつもりであげて渡したんですよ、うん、別に返しては思ってなくて、うん、じゃあ貸すねって言いながらもあげたつもりで入ってしたら、後日小八さんにがと会った時に、小八さんが、あ今日故障に昼間会ってて預かってきましたっつって、ポチ袋に6万円入って渡してきて、ピツってなって、もう校舎に電話して、今どこだっつって、家っつって、でも今から来いっつって、もう喧嘩ってんだろお前っつって、何言ってんだよっつって、っつって来て、お前さ、人から借りた金を人を使って返すってどういうことだお前っつって言って、で、いらないのに気分悪いからもうやるって、っつって言ったら、すいませんの前に、返してくれるんですかっつって、いやいや、怒ってるよ俺今、すごい怒ってるよそっちのさ、新内披露のさ、時に、はい、もう2次会、3次会やって、もうみんな帰って、最後に俺と小翔を2人きりで、飲みに行きましたね、上野で飲みに翌日、小翔と飲んだら、あんまり人飲み行ったんですかっていや、もうみんな、嫁作ると怒んないか、大丈夫かって、あれ連れてって、使い物なんでやろってあんなの連れてって、そしたら楽しんでたから、古性と二人で楽しむって一緒ぐらいですよでまた古性面白いのが、あいつがメガネつけてるんですけど、メガネを僕が貸せやつって言ってバキって割ったんですよ、なんかふざけて割れちゃったんですよ。で、あーしゃ、何やってくれてんですかで帰りに、いやお前今日いいよ、ちょっと全員今日はちょっと裸眼で言っとろっで何も見えないですって言ってゲラゲラ一日笑ってて、帰りいくらか渡して、ほんでメガネ買えって悪かったなっ って、お金渡して、そしたら年明けたらメガネ新調してるんですよ、新しいのになってるんで、あメガネ買ったっ って言ったら、あすいませんありがとうございました、いやあれは買わずにちょっとお金飲みました、そのメガネは亀さんのメガネです、あ亀さんと何目が合うのって言ったら、いえだんだん合ってきますっ って、メガネの使い方間違えてるからあれいまだに亀さんのメガネ使ってるんですよ。でもこいつの舞台面白いよね、すっごい間があってそうですね、面白いこの間まで俺新内と一緒だったから、はい、うん、いやこいつはもうね尽きることないですよこいつの話は、うん、はい、その後小糸兄さん出ました、ね、あ小糸出る、いやかっこいいわ、もう今や落語家じゃないモデルだよ、そうですね、落語の仕事よりもそっちの仕事の方が多いんじゃないですか、うん、ずっとなんかレオンって言って、うん、本当にだから、これもあれだ、ね、あだから何この夜の部はいい男が、そうですね、これはもう女性客多いぞ、そうですね、これこちらで出てますね、それいい男が3人だちょっと待って入ってないんじゃないかこれ大丈夫かいやさ小泉さんはね、うん、いや家近くなんですよ、うん、でもう、ね、今ねたまに会おうぜって言ってくれるんですけど、うん、でうち来たり、うん、また僕行ったりとかして、うん、軽く喋ったりとかするんですけど、やっぱね、僕の知らない世界を、あ、この間も言ったかな、その僕の知らない役者の方はこうだよとか、うん、そういう情報をくれたりとかする、その向こうの礼儀とか、うん、なるほどね、はい、うん、だからかなり、うん、なんか今度初めて来年かな、二人会をやることになって、地方でこれは入るぞ、ちょっと楽しみですね、これは入るぞ、
じゃあ次行きましょう、はい、その後がね、玉川大福さん、これもぜひ浪曲、浪曲、いや面白い、この若手だけど面白い、このすごいですね、うん、やっぱり新作の浪曲もやったりするんですけど、うんうん、古典ももちろんやる、あと寅さん、男はスラギをやるんですけど、うん、これね、まあね、見ていただきたい、浪曲とはなんて僕ちょっと喋れないんであれなんですけど、僕がちょっと浪曲とかちょっとわからん、ちょっと難しい、あ、疲れるって思ってたのが、しぶらくっていう回でご一緒したんですけど、あれ、何これ面白いって言って、僕、浪曲を聴くようになった、きっかけですね。今までの浪曲のイメージと全然違うから、はい、楽しめますよね。あと人が本当にいいですね、いい人、うん、浪曲ってね、いわゆる講談を節をつける、だから利根の川風たもとに入れてって言葉があると、利根の川風たもとに入れてって、そういう風に、だから節をつ、一つのいわゆるストーリーを節にね、節をつけて、はい、でその間間にちょっと、寸劇というかあったりとかして、入る、おいこっちへへへへとかね、はい、だから寅さんだとその時、うん、僕歌えないんだけど、うん、その時寅次郎はどうのこうのみたいなことを言ったりとかして、さくら入ったりとかして、うん、そういうなんだお兄ちゃんみたいな感じのことやったりとか、そういうのが浪曲というんで、はい、もう昔は一番流行ってたのが浪曲で、はい、ぜひね、このヨネスケチャンネルで大福さん呼んで浪曲の入門、浪曲入門みたいなのやっていただいたら、うん、嬉しいと思います。面白いね、いや面白いです、うん、で人、人間がすごいですね、うん、本当にいい人ね、はい、うちの教会に出てるんだ、はい、教会ので、翔太門下、翔太預かりになって入ったんですけど、その直後にやっぱり落語協会も声かけたらしいんですよ。で、あ、もう芸協さんに決まってって言ったら、あ、そうですかっていう、だからもう誰、どっかがもう早く早くだったんですよ。俺ね、飛行機のとジャル寄せ、はい、あれで一番最初あ聞いて、大福に聞いて、これは面白いって俺で、ツイッターに書いたんですよ。ツイッターの多分見ててくれたらしいで、ありがとうございました、その手伝って、いや面白かったんですよ、あ、短く、はい、ね、浪曲って普通はね30分40分まで長いやつだけど、それをね10分ぐらいにしやったりとか、白山の浪曲版みたいな感じ、今若手の中で分かりやすいね、はい、うん、本当に分かりやすく、だ一緒に学校寄せって子供たち行ったりするんですよ、うんうんうん、大福さんと浪曲なんて子供、小学校、中学、うん、中学生、高校生大丈夫なのと思ったら、15分だったら5分ぐらい浪曲というものは説明を笑いを交えてやって、で5分、2、3分ぐらい古典的なのやって、うん、それもちょっと面白おかしく古典のやつやって、あとおかず交換っていうネタがあるんですけど、ただ部長とかその上司で新作なんですけど、おかずの具を交換し合うってだけを切り取った浪曲、だから空間の切り取りです浪曲って、だから難しく感じるけどで親しみ持ってくださいっていう、そういうやり方やったりとかして、もう中高校生がドゥワーです、面白いっつって、すごいです、交換じゃねえこれ、俺飛行機の中で聞いたの、あれ本当に面白いですね、ぬぬ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 ね、で最後の栄太郎ちゃんとバトンタッチできるようにね、そうですね、流れでもそうするといいですね、だから僕が起こせれば、その根づちさんがまたいて、わーって来るでしょ、で雄尺師匠がさらっとトントンやってくれると思いますよね、うん、で醤油師匠、また笑いのいい醤油、これいい顔だね、そうですね、それで小澄が行って、小澄姉さんで栄太郎さん、うわこれいい顔だわ、いやこれ本当面白い、今回も一つ寄せの見方というか、そういうふうにしてみると実に楽しめるんじゃないかと思いますよ、そうですね、ぜひ栄太郎初取り後半ですね、うん、10月の下関、本当に初取りだからなおさら皆さん記念で行ってくださいよ、お祝いです、26から30、うん、夜席ですね、うん、お祝いです、ぜひぜひこれをぜひ見ていただきたいと思います、ついに私この年ですけども、いろんなところをまた皆さんが、あ、あの年寄りが頑張ってるんだって見ていただきたいと思います、はい、ね、この若手とこういうふうにやってよく疲れねえのかな、疲れました
僕が師匠の寿命を縮めたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうも。